で、まず相手が低いときですね、ここからのマウントのエスケープしていきます。で、一番最初です、戻し、ハーフガードで最終的にしていくんですけど、戻したい方側の手、肘を相手の足の中に入れるようにして、反対側の、手は相手の腰を抱えていきます。で、大事なことは戻していく方側の足の膝を外に向けて、で、まっすぐ伸ばしながらも少し曲げていく。大事なことはこの自分の左の膝が、外に向いてください。この、あの膝が上に向かないように。で、曲げながら自分の膝が外向きます。そしたら、自分の、左の肘で相手の、太ももを上に押すと同時に自分の、左の膝を上に上げていきます。まず最初は通った場合です。上げながら、あ、いいですか、あの少し上げて、あのこうベタッとあのついてもらっていいんですけど、あの上げながら自分のこの膝を上に上げていきます。まずこれ通った方です。上げてスライドしていってください。スライドしていったら、次はこの足、自分の左のつま先をついてもらって逆指していきます。なんですけど、この時に相手の足も押しながら逆指です。こうすると相手の、足を通り越すようになる。そしたら次ハーフガードで戻して、ハーフガードで戻していったらここからクロスガードに戻す。相手の頭と体重が次もう一度持てる。相手の、足の裏に、膝の、裏、真横ぐらいに自分の、肘を置いていきます。置いていったら次相手の 膝を押しながら自分の右の膝を出していきますと同時に左足で相手の体をカップしていきます。そしたら次右足で逆エビシール、エビしていってもらって、お尻は反対側まで抜けていきます。こうすると最後、足回しの両面で、クローズガードの、もう一回いきます。必ず大事なことは、抱えたら、自分の戻したい方側の、この左の足を外に抜けていく。抜けていったら、この肘で上げない。上げたと同時に膝を思いっきり上に通す。通してたら全部通らなくていいんで、通ってたら次自分の左の、つま先で逆エビしていきます。押しながら。で、上からカップか、下でカップガード。こうもしこの、左足しか使わなくてもですね、このカップガードの手になります。そしたら足入れ替えてもらう。入れ替えたら次自分の、左手が相手の膝の横に来ました。押しながら自分の右の膝出していきましょうと同時に左足で相手の胴体をカップしていきます。でこのままだと自分の右足抜けないんで、なんでこの右足使ってもらって次は襟していきます。逆襟ですね。反対に襟まっすぐ行ってもこれまた抜きづらいです。なんでもう一回逆側に、腰ずらしていく。こうすると足回しで、こう自分の右足を抜けていく。でクロスガードにして戻していきます。じゃあこれまずやっていきます。この戻したい方側のこの今で言ったら相手の右足ですよね。結構この筋肉の衣装ってつま先に何回ちょっとついてなかったりするとこれ入りやすいなんですけど、これ結構重くしてるとちょっと入らないんですよ。入らないときは、あ、入らなかったなと思ったら次、自分の膝を下げると同時に、自分の右足で相手の、足の方に進級していった感じで、作っていきます。入らないです。よくあるのは、こう、結構つま先でしっかり立ってるときは通らないんで、通らなかったら次、自分の左の膝を、下げた瞬間に、同時に自分の右足で相手のこの足に進級していきます。でもこの時に自分の膝がどかないと自分の膝が邪魔して帰らないんで、なんで押して無理だな。
ちょっと入らないなと思ったら下げたとき同時にフック。でフックしてたらこのフックで真上にキックしてる。キックして上げていくと次自分の左足を抜けてくる。ただこれ上げた同時に左足出して、フックしていく。なんですけどここから戻してもちょっと難しいんで、ここまで来たら次自分の左足を右足チェンジしていきます。チェンジしてエビしていきます。エビしていく と、自分の、右側に空間作れる。エビしたらこの、肘が入る。まっすぐいるときは自分の右の肘が相手の足の下に蹴っくるの難しいんで、この場合ですね、入りづらいんで、なんで左足チェンジしてください。チェンジして左足でマット蹴って、エビすると同時に空間作ったら自分の右肘を相手の太ももの横に行きます。こうすると自分の右肘が来る、押していきます。またさっきの話、右足エビしてクロールバージョンの2回行きます。この形で膝の方向必ず変える。相手の腰を組んじゃなくて相手の足の中に自分の肘を入れていく。だから通らない、通らない場合は自分の左の膝を下げながら右足をシフトして立つ。下げていったらバウンドに上げていきながら、左手で相手の膝もフォローして上げていったら落ち着いていく。でも相手の今真下に、さっきは真下になかった、自分の右膝が出しやすい。でも今相手の真下にチェンジしていきます。スイッチしたときにこの足でエビしていきましょう。こうすると僕の右側に空間作れる。で、肘入れていく。肘で相手の太ももを押しながら右の膝出しながらエビしていく。クローズダウン。じゃあやっていきましょう。まかないのは難しくなるので、同じ形でいうことして無理で、フィックしますよ、ね、これで、なかなか上がらないといけない。もし相手のこの右足が上がった場合は、少し、どうだろう、15センチぐらい上がると自分のこの足出るんですけど、上がらないとき、上げようとしたらグッと近いときて、上がらないときは、次、違うふうにしていきます。で、上がらないときは次相手がすねの横に自分の左の、膝が来る。上がらなかったら、上がらないと思ったら次、膝が相手のすねの、前に来る。そしたら次自分の心臓心取ってもらって、取ったら相手の足の上からかけてかけてたら、次は左足で、逆指しながら相手の太ももを自分の肘で押していきます。こうするとまたお尻が反対になるので、さっきとまた一緒です。この足を使って、もし肘が相手の足の中に入らない場合は、そう、近い場合は結構入らない、入らない場合はまた、自分の手を作る。左足で蹴りした時に自分の肘を中に入れていく。入れていると肘で押していく。膝を出す、エビ、クロスがもう一回取ります。同じ形で外していって、入らない。真空心に変える。上げた時に上げられきらきらない。スライドしていく。こうすると相手の素手がもう戻ってこない。ここにするの忘れちゃうとまた戻っちゃう。そう。だって戻っちゃう。上げた時に自分の膝上にすると、もう相手が、右足がこうマットつかない、僕の膝がある。なんで外した時に同時に上からかけていくんですか。かけてったら次この足使いながら、左の足使いながら自分の、肘で相手の太ももを押していきます。こうすると相手の膝が抜けて、マットついてくる。マットつけたらこれハーフだ。なんですけどこれまだクロスフェイスの状態でもよくないんですよ。なので、自分の膝を落としていく。もし空間の間はもう一回膝を落として、同時に右の肘を落としていきます。空間を作れたら押して、
膝です。エビしていきましょう。1、2、クローズだ。じゃあやっていきましょう。